シーザムーンは、ドイツで生産、調教された、競争馬である。2014年のドイツエスダービーを11馬身ものきさを付け制した。2013年9月に、ケルン競馬場にて生産のゲルスドルフ牧場名義で、ウイジンを迎えると、2着に4馬身差をつける、鮮烈な、デビューを飾る。なお、同牧場は、基本的に大馬は売却し、品馬だけを自己所有で、走らせる方針をとっており、 本場も一旦は、タタソールズの10月イヤリングセールに上場されたが、23万、ギニーで周取りとなっている。3歳となった、シーザムーンは、その初戦にドイチェスダービーの有力ステップレースの、一つであるメッツラー銀行、フリューヤールス賞を選び勝利を収める。自走は再びケルンに戻り、ドイツで、最も歴史が古い平地競争である、ジーニュニオン連年に出走すると、 これも制して、無敗とドイチエスダービーの前売り一番人気の座を守った。ここまで、シーザムーンの手綱は、主戦のヘリフェンバイン機種が握ってきたが、ドイチエスダービー本番は、月面着陸の任務に、最良の条件をもたらすために、クリストフスミヨン機種へと乗り換わる。そして迎えたレース本番、シーザムーンは、最後の直線入り口で突然外へ大きく膨れ、カメラから見切れるほど、 スタンド側に寄ってしまう。ところが、シーザムーンはそのまま突き抜け、最終的に2着に11馬身の大座をつけて、この大レースを制覇した。安城のスミオンはその乗り味を、オルフェーブルに例えており、管理調教師のクルーグは、ゴールの瞬間、生涯の夢、生涯の夢、と繰り返し叫んだという。また、競争直後の暫定レーティングは二十五ポンドとされたが、これは、 同世代のエプソムダービーはオーストラリアや、ケンタッキーダービーはカリフォルニアクロームを上回り、後に124ポンドに修正されたが、これもドイツの三歳母バとしては1985年のアカテナンゴ以来の高さであった。この圧勝から、外戦門賞の有力候補と目されるようになったが、続く、バーデン大賞で相番法にサンバ審査の2着で敗れ、初黒星を喫する。 その後故障が発覚し、当初は年内休養の後に復帰を目指すとされていたが、ほどなく引退が発表された。2015年からは、イギリスのランウェイズスタッドで種ボバ入りする。この競争は、1980年代から1990年代には、シュタイゲンベルガーホテル大賞の名称だった。その後、BMW ヘンドラートロフィーなどを経て、2000年からは、 ドイツのメッツラー銀行がスポンサーとなって、メッツラー銀行、フリューアールス賞などの名称で行われている。なお英語版の記事は1997から1998年のフリューアールスドライアーリエン賞という名称で立候補されている。校舎については修正後に同率。ありがとうございます。